日本愛知県岡崎市東河原町東河原町は愛知県岡崎市ぬかた地区の町名。定番を持たない単独町名であり64の小技が設置されている。岡崎市東部に位置する乙女川が北流し途中で河原の川、雨、山川を合わせる。住宅地は河川沿岸に形成され、その他は森林、農地として利用されている。 2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡河原の村を前身とする。もともとは本郡土原村であったが、官営15年からぬかた郡に移る。変な元年頃に、 乙女川と河原の川の合流地点と、その他の河原の川流域で、栃原村と河原の村に分かれた。江戸時代は、作手半領、鳥羽半領、天領、田中半領を経て、旧乙と町長沢に、長沢神屋を構えた旗本、小瀬市地業栃原村及び、西太平半領川辺村となる。1878年に栃原村と川辺村が合併して、 河原の村となった。1889年から宮崎村、大浅河原。岡崎市合併前は、ぬかた町大浅河原のとしていたが、岡崎市、岩津地区にすでに河原町が存在していた。それに伴い、岡崎市合併時に、岡崎市の東部の河原町として、東河原町になった。2006年1月1日岡崎市へ編入し、同志東河原町となる。 ありがとうございます。